漁業権とは、一定の水面で漁業を行う排他的、独占的権利。漁業権の法制には、欧米諸国とそれらの法制を掲示した国々で、取られている、法定主義内視所有権者漁業権主義と、日本で取られている特許主義があり、根本的に違いがある。欧米の漁業権は内水面あるいは土地所有権の目的となる。 死水面での内水面漁業をもとに発達したため漁業権は土地所有権と密接に関連しており原則として漁業権は水面の敷地の所有権に属するものとされている沿岸土地の所有者に沿岸権が一括して付与されておりその沿岸権の一部にその区域で漁業を行う権利も含まれているつまり沿岸の土地を所有している者が 隣接する海域の漁業権も持っていることになる。この漁業権は特定の個人に帰属するものではなく特定の土地に付随する権利である。よって土地所有権が移転するとそれと共に漁業権も移動する。もともとニュージーランドでは自国の国民、市民に対して自由漁業を行うことを慣例として認めている。ニュージーランドでは漁業を専業とするのは 水産会社だけだったという事情があったので、1986年に制定されたフィッシュリーズアメンドメントアクト1986では、魚を取る権利としてではなく、漁業産業を行う権利という形で扱われている。漁業労働者も漁民として扱うのではなく、水産会社従業員と位置づけ、水産会社に与えられた権利を執行するものと解釈された。 この法律が施行された結果、それまで自由に行われていた、漁労行為の権利が侵害されるようになり、問題となった。特に、マオリたちが、ワイタン議条役によって国王から保障されている、自由に漁労を行う権利が侵害されたことは、大問題になった。また、市民が健全なレクリエーションとして行っている遊漁についても、様々な見解が示されるようになった。 日本の漁業権は沿岸漁業の秩序維持と漁民の経済的な保護を目的としている。日本の漁業権は古くからある水面に関する制度を近代法的に整備して成立した。日本における漁業権は広報上の権利である。漁業権に関する申請、届け出、許可、認可は漁業法が規定しており、また、 処分に対する異議申し立てについては、行政手続法や、行政不服審査法、行政事件訴訟法の適用を受ける。しかし、これら広報の適用は、司法の適用を当然には否定しないから、広報の規定に反しない限りにおいて、司法の適用が認められる。例えば、漁業権の申請と許可の関係は、医師の合致という点において、 契約関係と解釈することが可能であり、漁業権は漁業法などの広報の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する司法上の再建としての性質を持つとされている。また、行政機関における広報上の権利に関する取り扱いは、広報の規定の範囲内において、行政機関の裁量に任されているが、権利の取り扱いが、 行政機関の性質に照らして著しく不適当であるときは、行政訴訟において、公序良属違反や審議誠実の原則、権利乱用などの司法上の規定を理由とした制限が加えられることがある。このように、広報上の権利を、司法上の権利と同様に扱う考え方を、広報司法一言論といい、判例及び学説においては、 この考え方が有力である。広報上の権利は一般的性質として行政機関に対する司法上の再建としての性質を有するものであるから広報上の権利である漁業権についても行政機関に対する司法上の再建としての性質が認められるのである。このような広報上の権利の一般的性質とは別に漁業法23条は 漁業権を民法上の物件とみなし、土地に関する規定を順用すると定めている。この規定は、行政機関が漁業法に基づく広報上の処分を行うにあたり、司法上の物件に対する取り扱いに準じて行うことを定める規定である。漁業法23条は民法上の物件とみなすとしてはいるが、実際には漁業権の条とは、 例外的な移転を除いて禁止され、貸付は不能であり、低当権の設定、使用方法に至るまで、漁業法は多くの制限を課しており、民法上の物件とみなしていると考えられる点は、ほとんどない。また、海面は土地所有権の設定対象にはならず、溶液物件は土地所有権に基づく支配権の一部を譲渡した形態であるから、 海面に設定することが可能な漁業権は、溶液物件ではない。漁業権漁業は、以下の3種に対別される。漁業権から派生する、入漁権に基づく漁業も分類上を含む。定置漁業権、区画漁業権の2種については、免許を受ける漁業者個人が、権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、免許を受ける、漁業共同組合あるいは、 漁業協同組合連合会が権利主体となる。漁業者以外がレクリエーションとして魚を釣る場合もある。ため、有漁権には切符形式の追加た治療業権もある。古代日本最古の成分法典、大法令の雑令に山川やぶさはのりは、公私これを共にすとの規定がある。海面、河川、湖障などにおいて万民による自由使用の原則を明らかにし、 特定人に対する独占的な漁場利用の権利は認めなかったのである。江戸時代封建制の確立、漁具及び漁法の発達に伴い、漁場の独占利用権など、現行の漁業権、入漁権の原型が形成された。具体的には、藩主による漁場の領有と藩主への酵素の納入を前提として、磯料はは、続き、 根付き次第、沖は入海という一般原則が確立され、これに基づいて、磯については、沿岸漁村部落が、その地先水面を独占利用する権利が認められ、磯の外側沖合については、入海として、付近所部落の漁民に解放された。ただし、時代が下るにつれて、新規漁法による乱獲を防止するために、入海となっている海域でも、 沿岸漁村部落が中心となって協定を結んで自主規制を行う動きを見せている。例えば、江戸東京に近い東京湾の漁村44カ村の間で取り決められた内海38色が代表的な例である。明治時代1874年に明治政府は大上官布告をもって海面の勧誘及び釈区制を打ち出した。 これは、従来の監修を白紙に戻し、漁業者から、海面使用申請の提出を求め、新たに、海面使用量を徴収しようとするものだった。しかし、これによって、漁場争奪の紛争が続出したため、翌1875年に、大乗官たちをもって、漁業者には、不県税を付加し、漁業取り締まりはなるべく従来の監修に従うことと、改めた。 1885年、政府は漁業組合順位則を制定、漁業組合の組織化と組合規約の中で漁場区域と創業規律を定めることを打ち出した。しかし、漁業組合が規約の中で従来の慣習を超えた漁場区域を定めるなどしたことから、依然として漁場紛争が絶えなかった。1900年、漁業法が制定され、 初めて法律に基づく国家統制が定められた。しかし、漁業権の性格が明確に位置づけられなかったことや、漁業組合制度に不備があったことなどから、間を置かずして改正議論が起こった。1909年、漁業法が全面改正される。従来の慣習を基盤として、漁業権制度、漁業許可制度、漁業取締制度が打ち出された。ただし、 漁業権については20年間の免許期間を呼び、更新制となり、新規免許については申請者の専案主義が取られたため、権利が半永久化し、水面の計画的高度利用の障害となった。現代漁業権を主張する看板1949年に、現行漁業法を制定。これは、農地改革と並ぶ。 第二次大戦後の日本の民主化政策の一環として進められたもので漁業改革と言われる。明治漁業法に基づく旧漁業権は保証金の交付等引き換えに消滅し新たな漁業権が計画的に免許されることになった。この時の保証総額は180億円と言われる。現行漁業法と明治漁業法との対比ではオねムネイカのことが特徴として挙げられる。 1951年の漁業法は改正は、漁業権について二つの主眼が置かれている。第一は、海に出ていかない俗に言う、羽織漁師や、地元ボスによる地先の海の支配を排除し、漁村の民主化を図るという点である。第二は、 資源保護は現に日々漁を行っている地先の漁民によって最もよく維持管理が図られるとの認識のもと漁場の適切な管理を通して生産性を増大させるという点である。その後、1966年に指定漁業を中心として漁業権制度、内水面漁業制度などの改正を経て現在に至っている。グローバル化の進展に伴いオランダ。 アイスランド、カナダは1970年代後半という早い時期から漁業権を証券化した上都性個別割当制度を取り入れている。この制度を取り入れたチリでは国中の漁業権の9割をたった7つの企業が支配する結果となった。また、アイスランドでは1990年から上都性個別割当を導入したが、 創業閣僚の98%が証券化された。これはリーマンショックでも資産価値を失わなかったので国外に流出した。導入割合はニュージーランドで漁獲量の6割にオーストラリアでも4割に達している。日本でも2006年から南マグロが2007年からズワイガニがそれぞれ所定の水揚げ港で上途制、個別割当て制度に組み入れられている。 ありがとうございます。